高木茂光2013年9月10日は日本の政治家。元北海道議会議員。元財団法人日本消防協会会長。北海道豊平町出身。実家は林吾園。戦時中は陸軍少年飛行兵として父島に降り、前期特攻命令を受けるが終戦を迎え帰還した。1947年札幌商業学校卒業。 家業に携わりながら北海短期大学に通い、1955年、北海学園大学経済学部卒業。大学時代は、弁論部及び柔道部に所属。札幌市消防署に入所その後、家庭裁判所調停委員などを経て、1975年自由民主党公認によって、北海道議会議員に初当選。以後連続発起当選。 2007年北海道議会議員を優退。2007年財団法人北海道消防協会会長、財団法人日本消防協会副会長。2009年財団法人日本消防協会会長代行権筆頭副会長。2010年財団法人日本消防協会会長。2012年退任。このほか、北海道議会議員在職中に、 エネルギー特別委員長などを務めた。また、学校法人高南学園幼稚園理事長や2007年から2012年に、富士子派大学環境防災学部客員講師も、務めた。家族として、秘そに、高木博士ことぶきがいる。ありがとうございます。